完全試合。徳地とはなんと一人も塁に出すことなく打者27人全てを打ち取りました。嘘だろ。終わった終わった。徳地とは本当の勝負は開幕の後だ。前回京都奴の弾を受けて足が震えました。今もまだ止まりません。弾の速い投手、キレのいい変化球を投げる投手、そんなの嫌というほど見てきました。でもあの奴は初めてだ。奴の投球は俺の理解を超えてる。球種は全て直球。確かに緩急つけてコーナーをついてくるが、時々恐ろしいほど生クラな球を掘る。しかもど真ん中に。なのに打たれない。奴に見えてるものは一体何ですか？徳地東亜は4日後のオープン戦にも登板。8回からリリーフし打者6人をピシャリと抑えた。そしてオープン戦終了時点での徳地東亜の暫定年俸はついに2億7000万円。